はい、こんばんは、劇団スカッシュでーす。今日はですね、見てください、これ。この間、4月21日に、ジョジョの奇妙な冒険とロッテのボトルガムが新発売になったんです。俺、この発売の当日、4月21日ですよ。あ、発売になったと。これはコンビニに行けばいろいろ置いてあるんだろうと思って、コンビニに行ったら、なくて。3店舗回ったんですけど、なくて、スーパーにも行ったんですけど、スーパーも2店舗行ってなくて、あんまり置いてないみたいですね。今日また、4店舗探したら、4店舗目のファミマにありました。現状3種類出てんですけど、僕が買ってきたのはこちらです。リオブランドモデルですね。オラオラオラ、ジョータローモデルとスターダストクルセイダースモデル、この3種類あるらしいんですけど、実はこれ見てください。ほら、スターダストクルセイダース300名様にオリジナルガムケースが当たるんです。これなんと当選券がこの中に入ってたら当たりだっていうことなんです。だからこれ1種類しかなかったんですけど、合計3つ。ディオもうね、なんで同じのばっかり置いてあるかね。最近こんなに買ってまで当てたいものなのかどうかっていうのはちょっとよく分かってないです。オリジナルガムケースってなんだよ。もうすでにガムケースだと思うんですけどね。これがオリジナルガムケースだぞ。なんだろうね、オリジナルガムケースって。まあ当たったら嬉しいよ、当たったら嬉しいけど、早速開けていこうと思います。まあ本当はクルセイダースモデルも欲しかったんですけどね。いきます。パカ、あ、なんか入ってる。ほら、あ、これはあれじゃない、これなんか入ってるね。ほら、これがよく俗に言う、ほら、あのガム捨てる用の紙だね。もうなんか入ってると思ったじゃん今。これどこに入ってんだろう。もう入ってないのかな。普通のブラックミントです。3つで2100円でしたよ。そう、1個700円ぐらい。紛らわしいよ、これいる。まあいるのか。美味しい、美味しいよ。うん、気を取り直して2ボトル目いきましょう。いきますよ、2ボトル目。300名を当てるってね、よっぽどだよね。全国でだって300名でしょ。ただ売ってるとこが少ねえんだもん。だってオープン、あ、これはどうなんだ、これはどうなんだ、どうなんだ。また包み紙かよ。中に入ってるかもしれない。まあね、いい流れですよ。ラストで出してこそ。当選券っていうのはこの捨て紙のどっかにあるんじゃないの、もしかしたら。当選券がいるんじゃないの。さあラスト3ボトル目いきましょう。頼みますよ、オープン。頼む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 。よいしょ。ない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 。ないね。まあ、こうなってくると3つも買うんじゃなかったなっていう。まあ、結果論ですけどね。なぜ同じ絵柄の。はい、ということで今日はちょっとすいません。後半ガムを噛みながらね、話をしてしまったんですけれども。ただお店ではこれあんまり、そう、売ってるとこ磨けないんですけど、どうやらネット販売もしてるみたいなんで、ネット販売だとボトルね、3種類セットとかっていうのがあるらしいので、そっちの方が良かったかもね。でもね、お店で見つけてやっぱ買うのがさ、楽しいじゃない、やっぱり。まあみんなは当ててね。そして当てたら教えてね。いいねするから。じゃあねー。